はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日3月25日ですね、月曜日です。35周年ラス日ということで、早速今ですね、東京ディズニーランドにやってきました。ということでね、今日はこの35周年ラス日のディズニーランドを一周回っていきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ混んでますよ。さすが最終日です。さすが最終日ですね、もう、持ち券の列がここまで来てます。いや、こういう時はね、皆さんお分かりの通り、裏技使いましょう。今ね、持ち券で多分ね15分ぐらいですね。これは並ばないといけない感じですね。あ、もっと並ぶかな。ここは2、30分ですかね。はい、まあ、裏技使えば0分ですということで、裏技で今中入りました。いや、もうね、あっちの持ち券で20分ぐらい並ぶのはもう本当時間のね無駄なんで、もう絶対こっち側から行きましょうね。このねセレブレーションタワーも今日で最後ですからね。明日来たらもうここは全く何にもないと思いますので、非常にね、このセレブレーションタワーのカメラの、ね、列がすごいです。ここまで来ちゃってますね。見納めですからね。すごい人ですね。ちなみにアストロブラスターはね、今110分待ちでした。やばいですね。はい、スペースマウンテン130分待ちです。スペマンすごいですね。ここまで、ね、列できてます。だけどね、もっとすごいのがありました。まあ、列的にはね、スペマンほどじゃないんですけど、なんと今日ね、スタッツは90分待ちですね。90分待ちのスタッツは見たことないですね。今まででも最高70分待ちぐらいだったんですけれども、今日なんとね、スタッツはが90分です。これはすごいですね。大記録ですね。ということで、スタッツはもスペマンもすごいです。特に視察はすごいです。混んでますね。本当にまっすぐ歩けないですね。いや、制限かけてほしいぐらいめちゃくちゃ混んでおります。ということで、今ねトゥーンタウンにやってきましたので、水戸見てみましょうか。水戸見の時間、まあ、昨日はちなみに330分待ちでした。で、今日のね朝なんですが400分待ちでしたね。いやー、すごいですね。でもまあ今はねそれよりは空いてきてるみたいなんですけど、一応行ってきたいと思います。こちらキャラメルポップコーンですね。キャラメルポップコーンの列がすごいです。向こうまでずらーっと行っちゃってますね。しかもあそこで U ターンしてるんですね。2列ぐらい U ターンして最後尾がここみたいですね。いやー、すごい。トゥーンタウンやってきましたが、非常に混んでますね。めちゃくちゃ混んでます。もうゴールデンウィークレベルですね。これはここのポップコーンもやばそうです。一周回ってんのかな、これ。ここが最後尾ですけども、これは醤油バターですね。そうですね、一周ぐるん回って変える感じですね。完全に一周回っちゃってる感じです。このままでっかい植木をですね一周回ってますね。グッドタイムカフェです。ここもね列がもうえぐいですね。ここまで来ちゃってますね。ここ結構レジ多いんですけど、それでもね全部の列ここまで来てます。買うまでに3、40分かかりますね。海ですね。この駅のね真後ろが最後尾ですね。そっからずーっと列ができてます。こんな感じ。ちなみにね今待ち時間見たら320分待ちでした。まあ、昨日ほどではないですけれども、十分すごいですよね。何せ5時間待ちですからね。これ以上近づけられませんね。ポップコーン系がやばいですね。ハニーポップコーンが最後尾ここです。ここからですね、ここで U ターンですね。ここで U ターンしてで5列ぐらいここにあるんですけれども、それでようやく買える感じですね。いや、すごい。はい、ハニハン82分ですね。ハニー待ちです。非常に混んでますね。でも今ね、ドリミやってたところなので、まだそこまでは混んでない感じですね。おそらくこの後もっと混むと思います。100分待ちは行くんじゃないですかね。はい、いつもね大混雑のファンタジーランドにやってきました。今日も相変わらずすごいです。スモアも安定の外待ちですね。あ、しかもだいぶ外まで来ちゃってますね。これはやばいですね。何分待ちなんでしょうか。待ち時間こんな感じですね。70分待ちだそうです。外までね、10列ぐらいできてますね。いやー、すごい。こちらティポトルタですね。ティポトルタの列も安定ですね。このままずっと向こうまで行ってます。いやー、普通に土日レベルですね。こちら最後尾ですね。こちらピノキオです。ピノキオもね、外まで2列ぐらいできてますね。で、35分待ちだそうです。はい、こちらティーカップですね。ティーカップもうね、待ち列が外まで来ちゃってます。ここもね、結構中広いんですけどね、待ち列。でもそれよりもね、はるかに超えて、あ、今日すごいですね。やっぱ学生が多いのか、ここまで来ちゃってますね。しかもここで4列ぐらいできてます。すげえな。フィルハーマジックですね。フィルハーもすごいことになってますね。外まで列できてますよ、まさかの。ここまでずっと列あります。外まで来ることはね、なかなかないんですけれども、今日はそれだけ混んでますね。すごいですね、こんなとこまで来てます。もうポップコーンの列ですが、一周回ってますね。しかも最後尾どこなんだこれ。最後尾どこ、これやばくない？こんなに混んでるの見たことないですね。最後尾これか？ここか。うわ、やば。最後尾これですね。こっからね、ずーっとぐるんでくる。すごい、これはキャラメルポップコーンなんですけど、これはもしかしたら一番なんじゃないかな、混んでるのが今までで。ハロウィンとかクリスマスとかはるかに超えてますね、この列は。シンデレラ城前もすごいですね。もうこれだけ学生が多い証拠ですよね。いやー、すごい。もうね、いる場所がないぐらいぎゅうぎゅうになってます。いや、ちなみにね、今まだ半周ぐらいしかしてないんですけど、すでにね、ジョマジさんですかってね、15人ぐらいから話しかけられましたね。今日やっぱすごいですね、いっぱい知ってる方がいるみたいで、ありがたいですね。ということで、皆さんもぜひね、見かけたら声かけてくださいね。はい、ただいま25分前ですね。ポンってすごいですね。90分待ちだそうです。でもスタツアーと一緒ですね、90分待ちって。今日はスタツアーが本当にやばいです。今日はね、最高気温が16度らしいので、スプラッシュマウンテンが170分待ちですね。いや、スプラッシュはすごいですね、毎回毎回。やっぱ学生が多いって感じですね、やっぱ今日も。ここら辺も賑わってます。いや、こう見るとね、人の多さが分かりますよね。いやー、やばいですね、本当に。歩く場所がないですもんね。ビッグサンダーマウンテンまで行ってみましょうか。なんか見たことのない列がここにありましたが、これ何でしょうか。ちょっとついていきたいと思います。ポップコーンかな、なんだこれ。なんかすごいところに列があったんでびっくりですね。ポップコーンか。でもポップコーンここなんですよね、入り口。なんだ、ちょっとよくわかんない。あ、でもあ、ポップコーンっぽいですね。ポップコーンかなこれ。これはやばいな、今までで見たことない列ですね。あ、ポップコーンだわ。ここで U ターンしてますね。いやー、これはびっくりだ。すごいね。このまま向こうまで。この前オープンしたカウボーイクックハウスですね。こちらの初日の動画投稿してますので、よろしければご覧ください。まあ、ここにね、一応待ち列あるんですけど、そこだけじゃね、ちょっと全然入りきらないということで、列がこっちの方まで来ますね。多分100分待ちぐらいじゃないかな、これ。この前もこのぐらいで100分待ちだったので。はい、ビッグサンダーマウンテンもすごいですね。ちなみに120分待ちだそうです。今日の一番混んでるのはスプラッシュマウンテンということですね。170分待ちでしたね、スプラッシュマウンテン。はい、なんかここにねちょっと列がよくわかんないのがあるんですけど、こっちとこっちの列があって、多分これがポップコーンですかね。なんかすごいんですけど、これもここが買えるとこでずっとぐらーんと向こうまで行っちゃってますね。約1周回ってます。であとね、ここにも列があるんですけど、これはおそらくスパイシーチキンかな。ちょっとね列がめちゃくちゃなんで分かりません。あ、違うわ。これがポップコーンの最後尾でした。これがポップコーンの最後尾で、こうぐるんって一周回ってここで買える感じですね。そしてスパイシーチキンがこれってことか。スパイシーチキンが最後尾これかな。いやすごいですね。なんかわけわかんないですね。スパイシーチキンの最後尾ここみたいです、ね、ぐるーっと回ってここで買えると。そしてリバテツとジャングルクルーズの列もちょっとよくわかんないですね。多分これがジャングルクルーズなんですけど、リバテツどれなんでしょうね。リバテツこれかな。なんか列がねもう真横なんでよく分かってない感じですね。すごいね。ジャングルクルーズもどえらい混んでます。パーティーグラ、今ね2時なんですけど、これパーティーグラのラス会の列みたいです。これやば。もうラス会がねこれだけ混んじゃってるわけですね。あと4時間以上あるんですが、もうこんなに混んでます。ポップコーンがすごいですね。このバーベキューポップコーンなんですけれども、列を追ってみたいと思います。このままこっちまで。ここが最後尾ですね。こっちで買います。約半周ですね。こちらチュロスですね。チュロスもここぐるーっと一周回って、この辺が最後尾みたいですね。こんな感じ。で。さらにこっち側にポップコーンがあるんで、ここ見てみましょうか。こちらもすごいのでね。すごいね。ポップコーンです。キャラメルポップコーンですね。ここに9ラインの列がありますが、5列ぐらいあるのかな。すごいな。ここが一番混んでるのかな、パークの中で。はい、ということで本日はですね3月25日のですね東京ディズニーランド一周回ってみましたけれども、いや今日もやっぱすごかったですね。ということでね、まあ、ちょっとこの後ねまたディズニーシーの方に行かないといけません。あのねランドとシーねもうすでにね今日2往復しておりまして、でこの後ねさらにね4往復する予定でございますので、もうねシー行かないといけませんので、ちょっと取り急ぎなんですけれどもこれで終わりにしたいと思います。ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。